はい、こんにちは、サクトです。今回も動画をご視聴いただきましてありがとうございます。サクトのサックスということで、今回は安全地帯、玉置浩二さんのあの頃へという曲をですね、デモ演奏そして解説させていただきます。この動画を見ることで3つのいいことがあります。1つ目、あの頃へを大切なポイントを知ることができます。2つ目、解説の中でサックスの基本的な演奏方法を知ることができます。3つ目、YouTube 動画ですので何回も繰り返し練習することができます。ということで、今回も私がアレンジしました初心者の方向けのめちゃくちゃ楽なめちゃ楽譜という楽譜をもとにデモ演奏させていただきました。この楽譜も3ついいことがあります。1つ目、シャープフラットが少ない。2つ目、反復記号が少ない。3つ目、1ページ完結型のメロディー楽譜になっています。ということで、この楽譜はご覧のピアスコアココミューというサイトで1曲からご購入できますので、ぜひお買い求めいただいて、お手元に楽譜があった状態でこの動画を見られるとより理解を深めることができますので、ぜひご利用いただければなと思います。ということで、あの頃へという名曲中の名曲ですね。月桂冠ですか、 CM で真田広之さんが出ていたのを覚えてますでしょうかね。懐かしいですけれども、名曲ですね。今回の調は、D マイナーになってますので、 C にフラット一つだけになっています。めちゃくちゃ楽ですね。はい、そして高音は高い音のド、下がラということで、非常に吹きやすい音域に調整されています。ということで、早速最初のフレーズですね、吹いてみたいと思います。はい、一番最初のフレーズなんですけども、まあ、曲の始めなのであまり力まずにですね、リラックスしてそっと語りかけるような感じで吹かれるといいと思います。で、早速ですね、このドーラ、ラー、あ、ラードーですね、このドーがですね、一番この楽曲の最高音になります。めちゃくちゃ吹きやすいですね。で、とはいえ曲によってはですね、もっと高いレーとかミーとかですね、ファとか高い音出しづらい楽曲もありますよね。そういった高い音を出しづらい場合は、サックスはポイントがあります。それは、息のスピードを速くすること、それから喉の奥は緊張し気味、口の中は若干狭くし気味になります。簡単にできるポイントがあります。それは、眉毛をクッと上げてあげると出しやすくなります。例えばこの曲でしたら、このドですね。ドを出すときに同時に眉毛をクッと上げてあげると、高い音が出しやすくなります。嘘のような本当の話ですので、ぜひやってみてください。はい、それでは、その後ですね、
このラーレーという音、音域ちょっと気をつけないとですね、レの音が音ひっくり返りやすいですね。ラーからレーというのはですね、というので息の向ける方向を若干下向きにするとこういうひっくり返りがなくなりますので、やってみていただければなと思います。それでは次のフレーズですね、5小節から吹いてみたいと思います。はい、レドシーですね。ここですね。レドシーラということで、このシーはですね、シのフラット、ラ、シャープなんですけれども、これ以降ですね、もしシのフラットを押さえるようでしたら、通常はですね、このラ、シャープ、このサイドキーを使ったラ、シャープ、シのフラットということで押さえられると思うんですけども、これ以降はですね、このシの下にちっちゃいキーありますね。これ、ビスキーと言います。ビスキー、これを人差し指でシとビスキー同時に押してください。これでシのフラット、ラシャープ簡単に出せますので、この運指は非常に楽なのでぜひ覚えて使ってください。でその後ですね、ラ、ソ、ファ、レということで、こういう音伸ばしているところはビブラートをかけることができます。ビブラートなんですけれども、初心者の方はついつい音の最初からですね、ワンワン顎でですね、ビブラートかけがちなんですけれども、それでも間違ってはいないんですけれども、何回もそれが続くとちょっとしつこくいやらしく聞こえてしまいます。そうならないコツがあります。それは音の出だしはストレート、まっすぐで、音が減衰する頃にうっすら優しくそっとですね、ビブラートをかけてあげるとおしゃれでかっこいいビブラートになりますので、ぜひやってみてください。はい、それではハイライトのところですね、もういっちゃいます。楽譜でいうところの16、17、18小節目あたりからですね、吹いてみたいと思います。こうですね、一番ハイライト、ラララソファーということで、この部分ですね、ラからオクターブ上のラに、ジャンプ音が飛ぶんですね。こういう時ですね、オクターブキーを押すだけなんですけども、高い音を出す時のポイント、先ほど言いましたけども、同じようにですね、この上のラがですね、オクターブ上のラが出しづらい時は眉毛をクッと上げてあげると出しやすくなります。ぜひやってみてください。あとですね、ここですね、ファソララララっていうこういう音が続くところはですね、タンギングを明確にしましょう。タンギングが明確につけないと何を吹いてるかよくわからなくなってしまいますので、イメージとしましては、音はあくまでも一定の帯状で、音質音量は変わりません。この状態をキープしながらタンギングでスライスしていくというようなイメージになります。ですから音が一つ一つ大きくなったり小さくなったりしないように注意しましょう。また乱暴な音にならないように気をつけてください。音が汚くなってしまいますのでね。また音が短くなりすぎないようにも気をつけていただければなと思います。はい、あとはですね、まあ同じようなことの繰り返しになりますので、はい、割愛させていただきますけれども、ざっとですね、大切なポイントだけを説明させていただきましたけれども、覚えていらっしゃいますでしょうか。高い音を出すポイントをお伝えしましたが、低いポイント言ってませんね。低い音の時はですね、高い音と逆になります。息のスピードはゆっくりで、ですけどもたっぷりと使います。喉の奥はリラックス、口の中は大きく茂みになります。はい、ということで、まあ簡単にできるポイントとしては、息の向ける、方向をですね、まっすぐではなくて若干下向きにですね、息を
吹き込んであげると低音というのは出しやすくなりますので、出しづらい音、低い音のレ、ド、シ、シフラットとかですね、ありますね。そういった出しづらい音は息の向ける方向を若干下向きにしてあげると出しやすくなりますので、ぜひぜひやってみてください。はい、ということで、あの頃へのポイントをですね、いくつか話しましたが、おさらいしましょう。まず高い音は、息のスピードを速くということで、簡単にできるポイントは、眉毛をクッと上げると楽にできますよという話でしたね。それから逆に低いポイントは、低い音は息たっぷりとリラックスしてということで、簡単にできるポイントは息の向ける方向を下にしてあげると楽に出ますよという話でした。3つ目、同じ音が続く音はタンギングを明確にしましょう。ポイントとしては、音の一定の帯状に対して、タンギングでスライスすることをイメージしましょうという話をしました。4つ目、はい、ビブラートですね。初心者の方はついつい音の出だしからかけがちですけども、最初はストレートに、それから音が減衰する頃にうっすら優しくビブラートをかけてあげると、おしゃれでかっこいいビブラートになりますので、ぜひやってみてください。はい、ということでですね、あの頃へ安全地帯、玉置浩二さんの名曲中の名曲ですね。サックス持ったら一度は吹いてみたい楽曲ですね。この楽譜は私が初心者の方向けにアレンジして作りました。めちゃくちゃ楽なめちゃ楽譜でもって、デモ演奏と解説とさせていただきました。こちらの楽譜はピアスコアココミューというサイトで1曲から購入できますので、ぜひお買い求めいただいて、この動画を見ていただければなと思います。とはいえ、日頃の練習の積み重ねが大切になってきますので、練習頑張ってください。応援してます。解説は以上です。はい、今回も4万円の格安サックスで演奏しました。最近の格安サックスは非常にレベルが高くなってまして、練習でも十分に耐える状態になっています。がしかし、初心者の方はですね、結構いきなり新品で買ってもあちこち調整なことが多いです。また部品がないとかですね、ベルが曲がってましたとか、いろんなことがありますので、まあ、そういった心配がないように、私は点検調整して安心安全な楽器を販売させていただいています。ご覧のメルカリ、ヤフオク、ペイペイ、フリマ、ラクマ、こちらの方で、販売させていただいてます。新品のアルトサックスの格安ですね、こちら、またはソプラノサックスも扱ってます。ソプラノはストレートタイプとカーブドタイプの2種類ありまして、カーブドタイプが音がまろやかで、メロディーを吹いても優しく響いてくれるので特にご好評いただいてます。また小さくて取り扱いがしやすいので、女性の方やお子様の練習に最適で、ご好評いただいてます。はい、ということで、メルカリ、ヤフオク、ペイペイ、フリマ、こちらの方で販売させていただいてます。今でしたら期間限定、在庫のある限りなんですけども、こちらの超定番バンドレンの青箱シリーズのリードを付けさせていただいてますので、サックスが届いたらバンドレンのリードを使ってすぐ吹けるというようなお得なセットになってますので、ぜひご覧いただければなと思います。またネックストラップ、マウスピース、ネックスクリュー、サムフック、周辺アクセサリーもたくさん揃えてますので、ご覧いただければなと思います。また楽譜もたくさん作ってます。ピアスコア、ココミューというサイトで主に初心者の方向けの楽譜をたくさん作ってます。シャープフラットが少ない、反復記号が少ない、1ページ完結型のメロディー楽譜、たくさん作ってます。現在700曲以上ですね、登録ありますので、皆さんの吹いてみたい曲必ず見つかります。最近は渡辺貞夫さんのオレンジエクスプレス、カリフォルニアシャワー、マイディアライフ、モーニングアイランドですね、非常に人気です。アドリブ収録版っていうのもありますので、鍋貞のアドリブ譜見てみたい、吹いてみたいという方はですね、私サックス奏者目線で作りましたので、非常に見やすく読みやすい楽譜になってますので、ご覧いただければなと思います。
その他にも普通の歌謡曲、アニメソングもたくさんあります。銀河鉄道999、コナン、ジブリとかルパン三世とかありますので、ぜひご覧いただければなと思います。ピアスコアココミューになります。ぜひよろしくお願いします。またサックスの演奏に関する情報も発信させていただいてます。サクトブログで検索してください。皆さんはサックスの高音域、低音域で吹き方が違うのをご存知でしょうか。ここら辺教本ではなかなか教えてくれない大切なポイントなんですけれども、ブログで詳しく載ってますので、サクトブログで検索してください。またリードの調整方法や改造方法も載ってますので、ご覧いただければなと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画が面白かった、ためになったと思っていただきましたら、ぜひいいねボタン、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。今回は以上になります。それではまた。